はい、パスタが茹で上がりました。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日はほうれん草のフェットチーネをパスタソースで美味しくいただきます。材料です。ほうれん草のフェットチーネ、パスタソース、トマト&バジル、ベーコン、パセリ、トマト、オリーブ、パルメザンチーズとタバスコです。お鍋にお湯を沸かします。パスタは1人前が 100g と言われています。 100g のパスタを茹でる水の量は約2リットル、塩の量は 20g が目安のようです。でも実はそんなにたくさんのお湯入れていません。塩も 20g はないと思います。塩を入れることによってパスタに塩味がついて、他のソースを混ぜたりするときにいい具合にまろやかになると言われています。お湯が沸騰してきましたのでパスタを入れます。お湯が沸騰してきましたので火を止めます。蓋をして、このパスタは7分茹でるパスタなのでプラス2分ぐらい、9分このまま火を止めて置いておきましょう。ちょっと時々かき混ぜてくっついてしまうといけないので、フライパンが温まったらオリーブオイルを入れます。ベーコンです。トマトとバジルのパスタソースです。火を止めてからパセリを入れます。はい、ソースが出来上がりました。それでは盛り付けていきましょう。ソースをかけます。
トマトを飾って、パセリを散らします。オリーブオイルをかけます。お好みでパルメザンチーズ、タバスコをかけてお召し上がりください。完成いたしました。どうぞ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。